多分ね、この動画の視聴者から多くこういった意見が寄せられるはずです。スーツさん、政治の話は荒れがちになるからあんまりしない方がいいと思いますよ、みたいな。そういうのね、まあ大体来るんですよね。で、それはまあ確かに政治の話とかをすると低評価とか多くなるし、反対意見とかもいっぱい来るし、お前不勉強だな、みたいな、あのコメントもいっぱい来るんですけど、まあ一方でこんな話でも参考にしてもらえることもあるわけでして、まあ私もそのね、あの、私への批判意見とかを読んで、ああ、なるほど、そういう考えもあるのかといつも勉強させてもらってるから、これは本当になんか全然あの、優等生ぶった発言とかではなくて、勉強する手段としても役立っているわけですけど、やっぱね、人とこういう風に話をすることっていい勉強だと思うんですけどね。日本では政治の話をすることはあのなんかこうちょっと良くないみたいな文化があるじゃないですか。で、そういう変な文化が設定されてるせいで、あの政治のことを考えるきっかけがなくなっちゃってね。で、実際選挙の投票するときどうしていいか分かんないっていう状態になってるわけですよ。僕、外国では、まあ、どこの国かって外国もいろいろありますけど、欧米ではね、結構政治の話なんかをするのは普通だと。もうドイツなんかは政治の話ができないと、それが定番ネタだから飲み会の席で困るみたいな、そういう話も聞きますけれどね。もうちょっとそういう風に近づいた方がいいと思うんですよ。だからまあ私も自分の考えがそうなので、それ出しているし、だってそうじゃないと本当に、あの、顔でわけわかんないね、あの、議員に投票したりとか、そういう人本当にいるわけですから、あの人名前が面白いから投票しようとか、そういうね、あの、質の低い有権者がいっぱいいるの。そういう人たちにちょっとでもまともな有権者になってもらいたいから、そういう話をするきっかけを作りましょうってことと、それからね、あの、自分と違う意見の人がいるということを認められない人が世の中にこんなにいっぱいいるのもね、おかしいと思うんですよね。いや、それ自民党支持者もいれば、共産支持者もいれば、立憲民主党とか、まあいろいろね、党の支持者もいれば、まあそうじゃない人もいて、今の党は全部ダメだから、あの、革命を起こそう、今からあの、ミサイル買ってくるからって人もいるかもしれません。でも全部それぞれ一つの意見なんですよ。別にミサイルを買ってきて、日本を核で全て一回、焦土にして、それでアメリカにあの、新しく国を作ってもらおうみたいな、そういう考えがあってもいいんですよ、別にね。とりあえずね、それは本当にいいんですよ。ということを認められない人が、まあ一つの考えは考えとしてそこにあって、かつそれに賛成するか反対するかは選挙で決めたりとか、まあ、あとはそういう、革命を起こそうとするやつの対策のために、警察とか軍備を、ちゃんとしっかりしましょうみたいな、ね、そういうことを考えればいいわけでして、それでね、自分の考えと違う人がそこに出てきたりすることだけでいちいちギャーギャー騒いでね、お互い叩き合うっていうのはどうかな。うちの家族なんかも、私も、両親も多分政治の考えとかは違うと思うし、投票先も違うと思うんですけど、多分ね、でも別に仲良くやってますよ。そんぐらいのね、あの、こう許容力がなくてどうすんのと思うんですけど、まあそういうことです。で、本題ですが、維新の会のね、丸山穂高議員、あの、まあちょっと他にもこの人にはいろいろ思うこともあるんですが、この人が、ちょっとこれは、まあ、多分音声流しても大丈夫なんですけど、これはでも一応やめておくか、なんて言ったかちょっと今読み上げますね。映像は一応著作権の関係で、丸山議員の発言、これは国後島に訪問した時に一緒に行った元島民に対して、なんか飲み会をしながら意見交換をしたらしくて、その時の発言です。戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか反対ですか、元島民、いやいや反対反対反対みたいな感じで、ロシアが混乱している時に取り返すのは OK ですか、元島民の方はそれに対して、戦争なんて言葉は使いたくないです、使いたくない、でも取り返せないですよね、戦争しないと、いや戦争は必要ありませんみたいな、まあなんかこんな感じの、必要ありません、必要ありませんだったかな、最後なんて言ったのかな、ちょっとごめんなさい、最後の方まで、あの、ちゃんと拾えてないですけど、まあ大体こんな感じの発言をしたわけですね。で、それを、まあ、国後島の元島民に言うと、元島民っていうのは、もともと国後島に住んでいた人で、じゃあなぜもともと国後島に住んでいたのに今住んでないのかというと、戦争の時にあの、ロシアが侵略してきたから、それで、まあ、取られ、あの、住むところを追われてしまったわけですよね。まあ、その人に、もう一回戦争で取り返しませんかっていうことは、まあ、確かにその聞いてる人はあまりいい気分がしないだろうなというような気はしますよね。まあ、でも、戦争、で、持って取られたものをもう一回戦って勝ち取るという考えがあってもいいのかもしれない。まあ、手もいいっていうか、まあ、あってもいいですね、別にね。もう一度、北方領土を取り返すためにも、今のまんま、あの、ロシアとね、あの、二島返還とかなんとか言って、歯舞舞と色丹とですか、あの二つだけで返すって言ってるけれど、もっと大きな島があの二つあって、それはロシアは全然返す気なくて、これでガス抜きしようみたいな、そういう魂胆なんだろうっていうね。それで、あの、まあ、ロシアに対してもう徹底的に打って出るには戦争しかないっていう風な考えが、
まあ、出てきて、それでまあみんな国中が支持すれば本当にロシアに対して戦争を仕掛けることになるんでしょうけど、まあ私はやめてもらいたいですね。そんなことは断じてやめてもらいたいですね。でまあうちの憲法もですね、9条という立派なものが制定されておりまして、まあそれがあるからには国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するってなってますので、まあそれダメですよ。そういう風になってんだからこれを放棄してますんでね。でまあそれからあとはまあ憲法じゃあ改正して、それでじゃあ北方領土取り返す戦争をしましょうって、まあそれも多分国民みんながね許さないでしょうけど、まあでもそれはそれで一つの考えですよ。で、まあただこの発言に対してですね、丸山議員は、今日になってつい1時間ぐらい前のことだそうですけれど、不適切な発言であったことをお詫びしますと言ってましたが、何がどう不適切なのかよくわかんないですね。いや別にね、私は戦争なんかしてもらいたくないと思いますし、まあ戦争するぐらいなら、取り返さなくてもいいんじゃないかというような気もするんですよ。まあそれとりあえずアピールはするにしても、で、ただ別に戦争をする取り返すために、武力を持って、相手を威嚇したり砲撃したりして、まあ、無理やり侵略して取り返すというのは、まあ、ロシアが武力でもって北方領土を取ったわけですから、まあ別にそんなに外れたことではないような気がする。その理屈で考えればね。でもそれなのになぜそれが不適切な発言なのか、まあ、しかも丸山議員は戦争で取り返すことは賛成ですか反対ですかと聞いているわけですから、まあ、もしかしたらね元島民が戦争で、まあ、丸山議員の意見がそこに現れたんじゃなくて、元島民の方がね戦争でいやこれはもう何としても、ロシアに対して戦争を吹っかけて、もう核を日本で作って、それでロシアはモスクワを焦土にしたり、まあ、いろいろやってでもとにかく、北方領土は何としても私たちの元に、取り戻したいみたいなことを、その元島民の方が言ったら、あなるほどそうか、島民の方はそう考えているのか、ではその島民の方の意見を、特に実現できる議員になろうと言って、そこでまたもしかしたらね、じゃあ再軍備をと言ってそういう風に移行していくね、議員に自分の考えをちょっと切り替えてるとか、それかもしれない。まあそれは分からないですけど、でもまあ不適切な発言っていうのは結局何かっていうと、やっぱりそこで戦争とか、ね、言っちゃうと、まあ国民から叩かれるだろうというようなことを言った。で、みんなから叩かれているので、好感度アップのために不適切なことを言ってしまいました。言ってるようにしかね、なんかちょっと思わない。すみません、ちょっと鼻からしてもらいます。私としてはですね、動画ですいませんでしたって言ってね、全日空の飛行機に乗り遅れた動画を出した時とか、謝罪する動画っていうのは出したことがあるんですけど、で謝罪するときっていうのは何がいけなかったのかっていうのをね、詳しく説明しないといけないと思います。で、謝罪動画でよくコメントも来るんですよ。謝罪をするときはまず自分がいけなかったということを端的にそこで説明する、状況の説明とかそういったことは後回し、もしくは、詳しくはやらない。そうじゃないと言い訳に聞こえますよって言うんですけど、私は何が悪かったのかをしっかりとねそこで説明するべきだと思います。だって不適切な発言でしたって言われても好感度アップのためにとりあえず謝ってるようにしか見えないですもんね。もし本人が戦争しないと取り返せないですよねみたいなことを言ってるのは、それが本人の本心なんだとしたら、その発言は本来は擁護されるべきもので、戦争で取り返そうという考えがあっても別に憲法がねそれを許さないけれども、別にそれ自体はまあそんなにとんでもない、なんていうのかな、まあ、とんでもないというか、別になんか治安維持法とかがあるわけじゃないんだから、考えていったっていいわけですね。それで何が不適切なのか言わなきゃその人の信用が回復されないと思うんですよね、逆に。で、なぜじゃあ信用が落ちるのかというと、多分、先ほどのその発言によって、丸山議員は、戦争賛成派、どんどん外交との問題を戦争によって解決しようというふうに考えているような人間に、まあ、見えるということだと思うんですけど、まあ、それはもしかしたらね、今後自分のその真意みたいなものをまた改めて発表するのかもしれませんが、自分がそういう戦争賛成派であることが、まあ、例えばです、例えばの話、そこで露呈してしまったと。だから、とりあえず、まずは印象を回復して、次の投票の票をもらうために、自分はそんな、なんか危険なやつじゃないんですよ、みたいな感じの、イメージをとりあえず、その有権者にね、こう植え付けるために、何が悪いのかということはとりあえずよくわかんないけど、まあ、とりあえず、謝罪をして印象を回復したというように見えますね。うん、で、
まあ、議員会ね、辞職したらいいんじゃないのかなとは思うんですよね。まあ、その要望、こちらの、有権者としての希望は議員を辞職していただくことですね。で、辞職すると、まあ、次もう一回選挙やりますんで、あの人衆議院議員かな。で、まあ、その次の選挙の時にもう一回出馬して、でそれがもし本心であるならば、北方領土は戦争によって取り返しましょうって言って訴えて、それで当選すればいいんですよ。で、憲法を改正して戦争すればいいわけですよ。別に私はしてほしいとは思わないですよ。全然思わないけど、でも、まあ、そう思うんだったらそうすればいいんですが、まあ、多分丸山議員が今回当選した時には、戦争して、北方領土を取り返しましょうみたいなこととか、戦争をすることには、まあ、戦争するかどうかは、皆さんの意見を聞いて、その上で、皆さんの意見によっては戦争に賛成しますみたいなことを多分何も言わないで当選したと思うんですよね。だから、まあ、それを言わないで当選するっていうのはちょっと有権者のそこの意見がちゃんと反映されてないのかなって気がしますんで、まあちょっと一回引き下がってもらって、でそれでもう一度支持されたんなら逆に堂々と戦争賛成を貫いてもらいたいなと思うんですよね。まあ賛成なのかどうか分かんないけどね、あの発言はただ賛成なのか反対なのかっていうのをその島民の人に聞いた以上のことは分かってませんから、まあ実際には今後多分維新の会からねまた何か発表されるんじゃないのかなと思いますけど、だからなんていうのかな、問題発言とかね、なんとかツイッターとか見てると多くの人が言ってるんですけど、問題発言ではないと思います。別にこれはつまり一つの意見だから、一つの意見がそこにあるというのはまあただそれだけなので、別にそう簡単に問題発言なんて言える話ではないけれど、でもただ辞職はした方がいいな、有権者としてはしてほしいですね。あとはですね、他にもなんかそう、この後全然関係ないですけど、この丸山議員についてね、関連して前から思ってたのが、この人よくツイッターでシャムゲームの話をしてるんですよ。シャムゲームさんってね、30代もう半ばに差し掛かった、現在はまあ YouTuber としてお金も稼いでると思うんですけれど、前はですね、無職で、親の金をもらって、家で YouTube 投稿していたという人で、動画もなんかめちゃくちゃで、これが30代の言動なのかと言われるほど、稚拙なものであったということで、ネットのおもちゃにされていたわけですね。で、みんなを笑わせるというよりはみんなから笑われる、まあちょっとそこにはいじめるような雰囲気も、含まれていたんですが、そのシャムゲームさんをネタにするようなことをツイッターによく書いてました。別にシャムゲームをね見たっていいと思うし、私も過去に2回ぐらい、1回かな、シャムゲームさんについては、動画を出したこともあるんですが、でもねやっぱこうちょっといじめみたいなものがね、つまり不敵な人間を見下して笑うという要素がシャムゲームの人気の中には一つあるので、だからそれを議員として取り上げるのはちょっとどうなんだろうなと思ったことがあるんですよね。やっぱって、それ多分シャムゲームを笑い物にしている人たちって若い人たちが中心だと思うから、もちろん本当のファンもいるんでしょうけど、だからなんだろうな、そう有権者の多くが、シャムゲームをみんな支持してる、支持っていうかシャムゲームをね同じように面白いと思ってんだったらいいのかもしれないけど、まあ若者からの支持は得やすくなるのかもしれませんけどね、若者文化に精通しているみたいなの、そういう発信ができるから。でもなんか自分はその若いじゃない、なんだ、そのなんかこう確か丸山穂高議員とシャムゲームさんと同じ年なんですけど、なんかそのまあ不敵な人間を嘲笑う、その文化になんか自分もね加担してますよみたいな風になんかちょっとね見えちゃうかなと思う。なんか私もあんまりそれがあってシャムゲームさんはネタにしないんですよね。まあ別にそれは発言するかどうかは自由なんで、まあ置いときますけど、まあそんなところですかね。じゃあどうもありがとうございました。